っちゃったのよ。何を着たらいいのかわからなくなっちゃって、その挙句に落ち着いたのが黒い洋服だったの。ほら黒って便利な色でしょ。そこそこにおしゃれだしね。そのうち周りも私が黒しか着ないって思い始めて、そうなるとますます他の色は着られなくなっちゃったのよ。っていうよりやっぱり楽だったのよね、黒を着てると。要するに黒い洋服は私にとっての鎧だったのね。鎧？そう、周囲から自分を守るための鎧、自信のなさを隠してくれる鎧。それを今回あなたに引っぺがされたのよ。私のために黒い洋服を着たなんて驚いちゃったわ。でもそのおかげで私は自分の限界に気がついたの。あなたに会わなかったら着ることの喜びを思い出さないまま過ごしていたかもしれないわ。感謝してるわ。ありがとう。とんでもないです。私もこれからは違う色を着てみるわ。赤や緑は無理でしょうけどね、すぐにはね。よろしかったら私にお手伝いさせていただけませんか。ありがとう。なしよ。え、ヒョウ柄じゃなくていいってどういうこと？とにかく君がいいと思ってるスタイリングをお勧めしてほしいってこと。嘘、なんで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 。説明は後で。とにかく頼んで。なんかよくわかんないけど、あ、でもよっしゃって感じ。よっしゃ。でもチーフ、はい、お客様がお見えになるまでにあと30分しか。ベテラン美人主任のお言葉とは思えませんね。時間は30分です。ヒョウ柄のことは一切忘れてください。お願いします。詳しいことは全部書いてあるから、わからないことがあったら内線で受けます。とにかく30分です。よろしくお願いします。はい、はい。ありふれた毎日走り、確認しておきたいんですが、例のヒョウ柄の奥さんを怒らせるようなことがあった場合に、うちと北条商事の取引に何か影響が出るんでしょうか。いや、そんな大層なことにはならないと思うけどな。わかりました。おい、何なんだよ続き。急にヒョウ柄以外のものでいいって。チーフ、北条様がお見えになりました。急いで試着室にスタンバイしましょう。でも何て話したらいいかな。俺から話すよ。本日は奥様にご相談と申しますか、ご提案と申しますか、申し上げさせていただきたいことがございます。何かしら。奥様、今後はヒョウ柄以外のものに挑戦された方がよろしいのかと存じます。え？すごいこと言うわね。誠に差し出がましいことで大変申し訳ございません。すごい、すごいわね。よくわかるわね。私もね、いくらヒョウ柄が好きだからって毎日同じもの着てたらもう飽きちゃって、なんか別なものお願いしようと思ってたの。さようでございますか。では早速榊原君。はい、はい、あ、ねえ、ちょっとちょっと、はい、ちょっとこれ見て、ちょっとこれ見て。はい、これ、はい、それは牛でございますか。これね、なんとかっていうタレントがこの柄に夢中なんですって。なんかね、今ブームなんですってよ。いや、私もう全然知らなくて。あれ流行ったのって結構昔ですよね。ねえ、
同じアニマルプリントでも今度はゆっくりのんびりした気分になれそうだわねえ。今度はね、牛一本で行きたいの。牛が一辺倒でございまして、奥様の魅力の幅がかえって狭まってしまうと申しますか。むしろこのようなバッグを何と申しますか、ワンポイント使いでいけるかなと思います。本日はぜひこちらの方でご用意したものがございますので、まずはそちらの方をご覧になってみてください。じゃあ試してみようかしら。その中で牛柄が似合うものがあればご紹介して。チーフ、あのチーフも西条さんのように何日か牛柄をお召しになってはいかがですか。似合います。チーフ、牛柄じゃなくてモルシュタインだよ。ほんまにモルシュタイン。そういうことだったのか。いやー、とにかく北条様にご満足いただけたのが何よりです。他にもこれからいろいろ進めてほしいとおっしゃって。なおか、お客様に完全に寄り添うか。その意味ちょっと履き違えてたのかもしれませんね。なんていうか理解が浅かったっていうか、なんていうか愛情が薄かったっていうか、それを教えてくれたのはお客様であり、このスタッフたちですね。女性たちだろ。はい。いやでも大したもんですよ。こっちが思い込みで作ってた限界みたいなものを超えようとするんじゃなくて、直接打ち破ってきますからね。もう叶えませんよ。さすがの続きか。俺も一本取られたか。生涯勉強です。そうか。まあ後で一杯やるかね。もう一息残ってやってます。後ほど。あ、そう。うん、じゃあ、お疲れ。お疲れ様。要するに黒い洋服は私にとっての鎧だったのね。周囲から自分を守るための鎧、自信のなさを隠してくれる鎧。鎧か。とにかく私は素直になることをお勧めするわね。素直になって自分の気持ち話したらどう？勇気出すのよ。自分で自分の背中を押すくらいのつもりになってさ。今はきつく思えても後で後悔するよりずっといいわよ。だと思うの。蓋してごまかしてたの。でも正直に言うわ、私ずっとあなたが好きだったの。私とのこと考えてもらえないかな。そうだった。なんかやっと言えて、なんかすごいいい気分。